明日からの交通安全県民運動を前に、J リーグサガン鳥栖で長年プレーした高橋義樹さんが、鳥栖市で子どもたちの安全を見守る活動を始めました。今朝、子どもたちの通学を見守ったのは、サガン鳥栖で合わせて16年プレーした高橋義樹さんです。高橋さんは、県が交通事故防止を目指す佐賀ブループロジェクトにサガン鳥栖代表として参加しています。今回の活動は高橋さんの申し出で実現したものです。佐賀県が今事故が多いということで、少しでも交通事故を減らせるように、活動していきたい。佐賀県では8月末までに交通事故で5人が亡くなっていて、高橋さんは今後鳥栖市内すべての小学校区で見守りを行うということです。